クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ歌うけつだけ爆弾は2007年4月21日に公開されたクレヨンしんちゃんの劇場映画シリーズ15作目である上映時間は102分興行収入は約15.5億円キャッチコピーは白が爆発10秒前双葉社がシリーズで初めて出資制作に参加本作は劇場版として 初めて白が主役になるストーリーとなる。また、歴代の劇場版と異なり、野原一家カスカベ防衛隊 VS 敵対勢力という構図ではなく、野原一家カスカベ防衛隊、ビセンティフスひなげしか劇団という劇場版としては、初の三つどもへの対決となっている。歌うと名打たれているように、各シーンで歌が挿入されるミュージカル風の作品となっており、 原作者である薄池人のミュージカルが見たいという要望を取り入れている。サブタイトルが全2作の伝説を呼ぶから再び嵐を呼ぶとなった。また上映時間が初めて3桁台になった。監督は前作に引き続き TB シリーズ監督の無藤雄二。本作までの登板となった。脚本はあたしんち等で新鋭動画作品に関わってきた。 シリーズ初登板の休み鉄を。今回のオープニングでは、ゆるゆるで出おうに公開当時の AKB48 のメンバーが参加しており、そのうち、織り歩ゆみ、大島舞を含め5名の AKB48 メンバーは本編にゲスト出演している。なお、本シリーズにおいてゲスト声優に現役アイドルが起用されるのは、これが初。この映画バージョンのゆるゆるで出おう。 は公開前後にテレビシリーズのオープニングとしても使用された。この年からテレビシリーズで劇場版と連動したスペシャル版が公開前後に放送されるようになった。しかし、この年の劇場版とスペシャル版はストーリーの直接の関係はない。興行収入は15.5億円とブリブリ王国の秘宝以来の歴代第3位という成績を収めた。なお、 ひまわり生誕をあまり見られなかった、新之助と白のコンビが一番多く描かれている。劇場版、クレヨンしんちゃんシリーズとしては、本作以降から DVD 版のみの発売となった。新之助と白がアンチから逃亡する場面で、前作の題名の一部である、アミーゴと書かれた看板が登場している。シグレインとヒロシがロケットを発射させる装置をめぐって、対決する場面で、 ヒロシがポケットに持っていた包帯を投げて装置を奪おうとする描写があるがこの時のヒロシの包帯を投げる動作はシグレインの声を演じる京本正樹がかつて演じていた必殺シリーズの組紐屋の竜の殺し技のモノマネになっておりヒロシは俺のもう一つの名は必殺仕事人組紐屋の竜だぜと言ったしかしこれはヒロシの妄想であり実際に包帯を飛ばすと 長さが足りず、端末機を奪うことはできていない。地球から遠く離れた宇宙を航行していた、ケツだけ星人たちの宇宙船。その宇宙船の近くに、突如巨大な岩石天体が現れる。避けることができないと知ったケツだけ星人たちは、巨大隕石に向けて次々と、円盤型の特殊爆弾を放ち、その大爆発によって、巨大隕石を粉々に吹き飛ばした。しかし、 爆弾の一つは、巨大隕石の岩が崩れて外れてしまったために、爆発せず、そのまま銀河系、太陽系内を飛び、地球に向けて飛んでいった。新之助たちの原一家は、広市の金属15年のご褒美で、沖縄旅行を楽しんでいた。新之助と、白は、浜辺で遊んでいる最中、不思議な形の円盤を発見する。それを投げて、遊ぼうとした新之助だったが、 円盤は突如動き出して、新之助のお尻へ向かう。危険を察知した白が新之助を突き飛ばすと、円盤はおむつのような形になり、白のお尻にはまってしまった。円盤の正体は、爆発せずに地球に落ちていったケツだけ星人の特殊爆弾だった。その存在をいち早く察知した宇宙監視センター、アンアイデンティファイドネイチャーチームインスペクションは、 爆弾を回収するために動き出し、沖縄から帰る途中の野原一家を追跡するが、そこへ同じく特殊爆弾の存在を知って、爆弾を手に入れようとする美人女性テロ集団、通称、ひなげし過激団が現れて、アンチを妨害。ひなげし過激団の団長、おこま夫人は新之助に城を渡すよう詰め寄るが、結局逃げられてしまう。そんな中、 家に帰ってきた野原一家の面々は待っていたアンチの長官、シグレイン実現から白のお尻についた物体が地球を丸ごと破壊してしまうほどの強力な爆弾であることを聞かされる。爆弾を白から分離することは不可能と知ったアンチは白もろとも爆弾をロケットに乗せ宇宙に打ち上げて処理する、つまり地球を救うために白を犠牲にすることを決定。ヒロとミサは戸惑うが、 新之助だけは、この妖精を断固拒否、白を連れて、家を飛び出した。65億人、VS 一人と一匹。事実上、全人類を相手に、新之助と白は、逃亡劇を繰り広げることとなる。何より制作現場を守る、クレジン体制なぜ成長した、新ちゃんを描かないシネマトゥデイ2020年4月30日閲覧。映像に映った位置から、おそらく、 うるま市周辺、この値は2006年から2007年間の人口に相当する。詳細は世界人口を参照。他人は愚か自分自身でさえ例外でなく、広ロの足の匂いを嗅がされてもなかなか降参しなかった。うららは新之助にディープキスされ、クララは正や新之助に胸をしがみつかれ、サララは新之助に尻を触られた地球において起爆行動は犯し、 カルーケッツの CM 曲、起爆停止コードは、新すけの、ちんちんかいかいの歌、分離コードは、新すけの、破風破風という息切れ。ありがとうございます。